国民勲章は大韓民国の勲章、1967年1月16日の将軍法改正により制定された。国民勲章は将軍法第12条により政治、経済、社会、教育、学術分野に功績を立てて国民の福祉向上及び国家発展に寄与した功績が明確なものへ授与されることが規定されている。 1967年の制定当初は、体育やその他の文化の発展において功績を挙げた者も,も対象に含まれていたが、これら2社については1973年1月25日の将軍法改正で、文化勲章の再制定と体育勲章の新設という形で分離された。国民勲章は後等級からなり、各等級の名称は将軍法師高齢。 第11条により定められている。国民勲章の会には、将軍法第21条で規定される国民法章が存在するが、同法章の授与対象は国民勲章よりも幅広く、人命救助や財産の寄付などの善行を行ったり、公益事業に従事した人物も含まれている。国民勲章の格闘級の衣章は将軍法士高齢。 第十三条により定められている。章と樹からなる、正明、エディ章と略樹のセットが基本で、さらに上位に等級の無級下章と、ボタン章には、副章が沿う。小色の衣装は、表面中央の紅玉円盤にあしらわれた、無級鼻から八両の太陽光線が伸びた形状で、正明の章には、月桂冠と鳩の翼を組み合わせた宙がつく。樹は、 黄色地の両端に緑線が入り、ザクロ賞からボタン賞までは細線が一本ずつ増えるが、無給下賞の大樹は無地となり、その本数で等級が区別される。正明はそれぞれ、無給下賞は、右肩から下げて廃用する大樹賞、ボタン、当柏各賞は喉元に帯びて廃用する中樹賞、木蓮、ザクロ各賞は左胸に廃用するロゼット付き小樹賞である。 上位に東急の副賞はいずれも左胸に配用する、聖賞である。また、国民法賞は、木蓮、ザクロ各賞と同じロゼット付賞受賞だが、金属部品は銀色となり、銃は黄色地の中央に緑線一本が入る。なお、従来の無給下賞の女性用小食は、男性用より小さい寸法が規定されていたが、2015年12月31日の、 将軍法仕高齢改正により、男性用の寸法に統合された。ありがとうございます。